はい、お電話ありがとうございます。ジャンクショップ平凡です。はい、オールメイト用のカスタム S 型パーツだったら扱ってますよ。ドライジュースのヘッド、水木だ。水木は俺の友人の一人、昔からよくつるんでいる仲だ。女は綺麗で可愛い、だからみんなで優しくするのは当然だろ。光尺は俺の幼馴染。ビッグダン戦でのチームの縄張り争いを日々繰り広げるリブスティーズ。仮想世界を舞台にした電脳オンラインゲームライムが流行していた。ライムか、最近流行ってるもんな。うちのメンバーもちょろちょろ流れてんだよ。ライムなんて頭脳戦的や聞こえいいけど、所詮はただの妄想ゲームだろ。とても強いってこと以外は謎に包まれていた。いろいろな噂があるが、どれも内容がバラバラで当てにならないものばかり。神隠しもその類なのだ。全員まとめて逮捕だ。二度よしにしてやる。ここは退散ですね。青葉さんも早く。ああ、待てこりやな。逃げちゃうよ。ここはライムのパブリックフィールドだ。俺たちは強制的にライムに引きずり込まれたようだ。姿が変わったのもそれが原因だ。オールメイトにそんな機能が。青葉、何か来る。マスター、ご無事で何よりです。え、マスターの声がしたので来ました。どうかしましたか。いや、あの、おかえり。おい、ただいま。うぅ、泥棒。あんたさ、俺のこと知らねえの。は、誰だよお前。さん、バイバイお前。じゃあな。おい、答えろよ。俺は色めきだった男たちの表情を見て何をされようとしているのかを察してしまった。やめろ、触んな、気持ち悪い。なんで俺がこんな目に。